皆さんこんにちは、ゲストでございます。フォールアウト3ね、続きやっていきましょう。ちょっと戻ります。実はこれちょっと画面フリーズしちゃったんで撮り直しなんですけどね。これは撮ってたな。スキル本がね、私見落としてたんで、それをちょっと問いに向かおうかなというと、これね、バターの方見落としてた。はい、行きましょう。しますとね、物入ってたりするんですよね。まあそれはそれで面白いんですけどね。三体ウルスは、あ、消してなかった。スナイパーライフル、オッケー。せいせいせい、ここね、スナイパーライフルあるんですよ。で、ちょっとだけね、へたりましたんで、こいつから、よいしょ。で、アサルトライフルはまた。で、弾薬は取れたんで。これやね、32でピストル以上かな。でこっちはなかったね。で反対側も落としてないと。ああ、ガツえらい前まで来てたな。廃棄部品と今のところ欲しいのはセンサーモジュールだけなんじゃない。あって、ここエイドが3つ、これは6、あ、シェルが入ってたね。こんなもんかな。先生これであれ、うわ、ブレインや。
本がまだね、これだと都合8冊なんですよね。8冊ぐらいまだありそうやねんけどね。バータの逆に足りんのか。4つ振って、ああ、そうやな。最後はね、20になった時はこいつって決めてるんで、これにしようか。よく私頭狙うんでね。はい。違う内容が。まあそれは想定内やねんけど。マグナム弾入ったのはね、大きいね。そう、1回目ねめっちゃタレットに打たれたんですよ気づいてなくて。これが正義。ディフィカルトではない。サウシングではない。これやったな。あ、これやカーバー読めなかった。はい、役が書くればね、すんなり入れる形にされてるみたいね。こんなとこの机嫌やけどね。太陽も差し込まない。ますからね。
ことしてんな。先生行った行ったな。構えとこうか。制圧。ここみたいね。うん。ここなければ。ファイルキャビネットもから。ロッカーも。ん？ロッカーもから。登りましょう。パックじゃないのよね。弾丸なのよね。弾丸っていうか弾丸かキャップもしくはカートン。これがね、あの一番上の部屋ですわ。あの、あそこ下るときに見えてた部屋ですね。なんかね、無理くりドラム缶重ねたらこれらしいんですけどね。
重さ見ながらね。ああ、ギリギリやった。うわ、質悪いな。ボブルヘッド、うん、コンバットハーマーか。じゃあね、ちょっと終わらせてもらって、一旦、帰ってね、次回はちょっと頭でカロンさん連れてきたいと思います。では、今回ちょっとここでね、ちょっと早いですけど、お別れしたいと思います。ありがとうございました。それでは、さよなら。